ありがとうございました。あの流行りの熟知っぷり、とても50代とは思えないわ。ですよね、シスター、見た目もすごい若いし。まさか、影で生き血でもすすってるんじゃ。こら、スー、人聞きの悪いことを言うんじゃありません。流行り廃りを理解するのは、悩みを聞く立場として当然のこと。見た目の若さは、見た目の若さは生まれつきです。さーて、仕事仕事。ちょっとクロエ、お待ちなさい。その態度、神が許しても私は許しませんよ。時々お茶目なところといい、シスターって本当に若いよね。どこ行くどこ行く。ぐん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 、頭が痛くなってきた。リリー、これってどういう意味？それはね、釜を混ぜながら入れるってことで。お、自分たちだけでもしっかり勉強してるみたいね。いい心がけよ、二人とも。あ、師匠！私、師匠が来るのを待ってたんです。あら、そうだったの。もしかして、何か質問？勉強に飽きたので、遊びましょ。あなた、今褒めたばっかりなのに、いい度胸してるわね。だってだって、勉強するの疲れるんだもん。もうやだ、休みたい。ごめんなさい。スーちゃんが不真面目で、本当にごめんなさい。はぁ、仕方ない。後で渡そうと思ってたんだけど、差し入れのお菓子を買ってきたから、一緒に食べましょ。お、これすごい高いやつだ。もらっちゃっていいんですか？そうなの？ま、値段なんて気にせず食べちゃいなさい。やったー、師匠大好き。いただきまーす。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったね。濃厚で口の中でとろけて。でもスーちゃんはさすがに食べ過ぎじゃない？あまり食べると樽みたいになっちゃうよ。頭を使ったから糖分が欲しかっただけです。体型には気を使ってるから平気で言うた。それに私は成長期だからね。取った栄養は横じゃなくて縦に行くのだ。うっ。ねえ、ほんと？私たち双子だけど、私の方が背高いよ。実はこっそり横に増えてるんじゃ。そんなことないです。しかも背が高いって、たった1センチでしょ。そんなの誤差誤差。毎日身長伸びてるし、リリーなんてあっという間に追い抜かしちゃうから。あの師匠、さっきからうめき声が聞こえるんですけど。いいわね、あなたたちは希望があって。私なんてもう身長は、あ、師匠、背が低いの気にしてたんだ。師匠の前で身長の話は、禁句みたいだね。何日？どこに行こうかな？
ばパメラさんって昔もメルベイユに来てましたよね。そうよ。あの時はシスターの研修を受けに来てたの。あの時は二人ともこんなにちっちゃかったわね。懐かしいわ。さすがにそんな豆粒サイズじゃなかったと思うんですけど。でも確か研修が終わったからって馬車に乗って帰っていきませんでしたっけ。なんでまたメルベイユにいらしたんですか。それも結構時間を置いて。どうしての聞きたい。はい、そりゃもちろん。そう、じゃあ話すわね。二人ともハンカチの用意をしておいてね。あれは研修を終えた後の話だったわ。ふるさとに帰る途中で大きな町に立ち寄ったの。そこでお土産を買おうとしたのが間違いでね。なんとお金を使いすぎてロギンが尽きちゃったの。諦める私じゃないわ。なんとかロギンを貯めてまた馬車に乗ったんだけど、今度乗る場所を間違えちゃったみたいで、なぜかメルベイユに戻ってきちゃったのよ。なるほど、すっごくパメラさんらしい。お、じゃあもしかして今お店を開いてるのって。ええー、ふるさとに戻るロギンを稼ぐためよ。思ったよりしっかりした理由だったね。てっきり半分くらい気分でやってるものかと。まったく、スーちゃんたら失礼しちゃうわね。私だって気分だけでお店なんて開かないわよ。商品の仕入れとか売り上げの管理とか大変だもの。まあそれもそっか。だから私を助けると思っていっぱいお買い物していってちょうだいね。主人がこんなところでサボりですか。ああ、二人とも。
さ、我ながら絵になるなぁと感動していただけです。海を見ながら佇む私。そうですか。ねえねえルーちゃん、ここに来ると思い出さない？思い出す？ほら、昔よく一緒に遊んだじゃない。追いかけっこしたり、おままごとしたり。ルーちゃん、いつも美味しいお菓子を持ってきてくれたよね。そうそう、あれは美味しかった。うん、今でも思い出せる、あの上品な甘さ。はあ、あれはお母様が持たせてくれて、確かに懐かしいですね。あ、そうだ、どうでもいい妄想してるくらいだし、ルーシャ暇でしょ？どうでもいい？妄想じゃありません。私の美しさは厳然たる事実。まあまあ、せっかくだし久しぶりに遊ぼうよ。私たちも息抜きしたかったところだし。ああ、いいね。何して遊ぼっか。お絵描き？鬼合戦？そうですね、少しくらい。いえ、依頼が山積みなのでやっぱりお断りします。遊ぶのはまた今度ということで。それでは。おお、断られちゃった。ルーちゃんも遊びたそうだったのに。まったく素直じゃないんだから。遊びたいなら遊べばいいのに。ねえ、たんだろうね。お出かけ、お出かけ。何があるかな。こんばんは。
ちゃん、食材の買い出し付き合ってくれない？うん、行く行く。こっそりお菓子買っちゃおうっと。なるほど、事情は分かりました。ん？あの女の人、珍しい服着てるね。あ、ほんとだ。どこから来たんだろう。ところで、例の件はどうなっていますか？ですね、すみません、場所の選定が思うように進んでおらず。そうですか。すみませんが、今後の計画のためにも用地の確保は最優先ですから。はい、承知しました、ボス。ボス？ボスってことはすごい偉い人なのかな。わかった、計画がどうとか言ってたし、あの人悪の秘密結社のボスなんだよ。それはさすがに漫画の読みすぎだよ、スーちゃん。始めた交換日記なんだけどな。